世マイナス35の搭載兵装類機外兵装ステーションは1から3、6、9から11である。ハードポイントは軍用機の胴体や主翼の仮面にあらかじめ設けられた兵装類を剣下して機外搭載するための取り付け部である。搭載物の多くが航空機搭載爆弾、ミサイル、ロケット弾ポットやガンポットといった兵器類であるが、標準ポットや 電子線ポットなどの支援装備、トラベルポットやスモークポットなど、非戦闘用の装備もある。また増装も対応したハードポイントに搭載される。投下物や重砲ならば、投下制御や発射制御を誘導兵器やセンサー類であれば、プログラムやデータなどの通信路、それぞれケーブル接続するための端子を、ハードポイント側に備えておく必要があり、同様に燃料タンクならば、 燃料配管の接続口も必要である。搭載するためには、荷重制限や空力干渉、接続部の機構的な適合性だけでなく、下機管制システム類を含む電気系統の対応も求められるため、搭載可能な兵装類はそれほど多種類には対応していない。大型機の場合は、兵器用と電子戦ポット用を分けることも可能である。一般的に、 機体仮面のハードポイントには搭載物を直接吊るさず、パイロンと呼ばれる支持部品を介して搭載する。パイロンにはミサイル用のレールランチャーや複数弾を搭載するためのマルチエジェクターと呼ばれる個別、またはパイロンと一体の支持具が加わることがあり、この部分を総称して、並走支持下や兵器支持下と呼ばれることが多い。試験飛行やフェリーなど搭載するものがない場合は、 パイロンを外すことがある。ハードポイントが多ければ必要に応じて多数の兵器類を機外搭載できるが取り付けられるもののほとんどが重量物であり空力的な抵抗ともなるため航続距離や飛行速度運動性能といった軍用航空機として重要な性能を低下させる。また機外搭載する部分には機体構造の強化も必要となりそれに伴う 重量増加は、機外搭載物を外しても除去できない。軍用の固定翼機では、左右対称に、翼下に4から10箇所、主翼端に0、2箇所、胴体下面に1から6箇所程度備えるものが一般的である。攻撃ヘリコプターでは、機体固有の骨翼が、ハードポイントや、兵器指示下となるものもある。輸送、ム用ヘリコプターなどの機外検した洋服や、 ホイスト類は、並走支持下には含まれない。ステルス性を有する戦闘機では、本来の性能を発揮するために、機外搭載物を避ける必要があるが、そのような機体の多くが空中での格闘戦だけでなく、攻撃機のような異なる役割も果たす、マルチロール機として位置づけられているため、狭い爆弾層だけでは収容しきれない、誘導爆弾類を多数機外搭載するための、ハードポイントを、 多数備えている。飛行状態に応じて主翼の交代角を変化させる可変翼機の場合、透明度安マイナス24のように主翼の交代角に合わせて基部を回転させ、パイロンが常に進行方向を向くハードポイントを持つ機種も少なくない。しかし構造的に弱い可変翼部分には基本的に大重量の並走を搭載できるほどの強固なハードポイントは設けられず、 もっぱら軽量な単射程ミサイルやドロップタンクの搭載箇所として使用されている。既存の機体に対してコンフォーマルフューエルタンクを加えることによってハードポイントを増やす手法もある。レーザー、目標指示装置を搭載したポット、ジャミング装置など電子攻撃用の装備を搭載したポット内部に少量の貨物を積載できる中身が空のポット、極技飛行などで使用する。 スモーク発生装置を内蔵したポット。P-3 は、翼端にある兵器用のハードポイントとは別に、胴体下部にセンサー用配線を確保したハードポイントを設置することで拡張性を確保している。翼端には短距離の空対空ミサイルだけ、搭載可能とする機体では、パイロンはチーズ翼端部に直接レールランチャーが備わっている例外として、 イマナス -111 が挙げられる。詳細は、イマナス -111 可変翼を参照のこと。石川淳一、ロシア空軍の戦闘爆撃機フェンサーからフルバックへ、軍事研究2012年1月号、ジャパンミリタリーレビュー、雑誌032421から01、一瞬0533から6716、72から75ページ。ありがとうございます。